ANクラブのリン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 です。西船橋クラブベルージュレペゼン地球が大好き最強キャバ嬢メルティキラです。前回宴の試合に出たんですけど、それで、まあ勝ったは勝ったけどちょっとスッキリしなかった部分があったんで、アサーチェミでしょ。そういや、勝った卓球したかもしんないけどちょっとね、だから今回はちゃんと勝ちに行きたいなと思って、勝てる、頑張ります。私レペゼン地球が大好きで、前回はこのキャップを作ったんですけど、今回はこのデコケースを作りました。ちなみにこれ DJ 社長の本名です。で、前回の宴にレペゼン地球が出てるっていうので、それがきっかけで宴を出場を決めました。前回サーチムと戦った試合を見に行ったんですけど、もうただただごつい、でかい、本当にでかい、握る腕半端なくてちょっとビビってるかなって、そんな感じ。喋れ、カリキンだ、ゴーリキンゲットだ。前回私サスケキャバ嬢として宴に出たんですけど、実は今回クロービという番組に今出演していて、そのチームクロービっていうのに選ばれていて、そのチームクロービの名にかけて戦いたいと思います。まあ気持ちは強い方だと思うからゾンビだしね。おっと、まあそうだけど、まあ、ゾンビだからこそまあ頑張って壊したいな。やっちゃうぞやっちゃうぞ前回の宴でサーチムに判定で3対0で勝ったんで、りんちゃんもサーチムに勝ってますよね。勝った者同士決着つけましょう。いや、それはね、ボリ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 くらわしてゴーッゴーッしまーっこのメルティの右ストレートで KO 勝ちします。対戦相手結構ガチらしいじゃん。らしいね。ねえ、だってリンは場面しちゃうじゃん。ノリの勢いでいくしかないっすよ。やっちゃうぞいや、キャラじゃねえやっちゃうぞやっちゃうぞあ、ナオミです。はい、公開しましょう。会場にいるんで待ってます。バイバーイ。リンちゃん、私の対戦相手になってくれて本当にありがとう。リンちゃんが対戦相手になってくれなかったら私宴出れなかったの。でもごめんね、私が勝っちゃうから私が主役皆さん、強い女性は嫌いですか？メルティが主役。Thank you.
好き最強キャバ嬢メルティーキーラセコンドアウト。ラドワン。セコンド座ってください。青コーナーセコンド座ってください。青コーナーのセコンドの方座ってください。さあ女子格。2分2ラウンド行われております。さあ行きましょう行きましょう、いいですよ。さあ一気に行く、メルティキラー。おい、ただの試合1ラウンド34秒、1ラウンド34秒、赤コーナーメルティキラー TKO 勝ちです。なお、この試合は勝利者賞といたしまして、株式会社インク様よりビートキシンエッセンスミストを贈呈いたします。セコンドについてくれた方々とか本当にいろいろわがまま聞いてくれてありがとうございました。